さて、じゃあ前回のあらすじ、コレットの病気、バイオン体を吸収していた仲間たちと合流したロイド、そこに倒したと思っていたホステスが現れ、最後の力でバイオン体へ向けて攻撃を放つ。とっさに助けようとしたロイドだったが、一足早くコレットがバイオン体をかばっていた。そして傷ついた片口には、不気味にコレットの肌を覆うクルシスの奇跡。それはテセアラのグランテセアラブリッジのようにグロテスクだった。まあ確かにそうだよね、あれと同じような感じだったよな。ホステスにとどめを刺し、コレットを解放するロイド。見ないで。コレットは痛みにうめきながらそのまま気を失ってしまう。ロイドは半ば結晶化していたコレットを抱きしめて合図を送った。この合図でシーナが魔導砲を放つ。この瞬間ジーニアスは誰かの悲鳴を聞いた気がした。放たれた魔導砲はエネルギーを絶たれた大いなる実りに命中し、マートルとそれを包む胎児を封印する。世界中に根を伸ばしていた胎児は幻のように消え去った。しかしシルバラントは救いの塔を失い、大地は荒れ果てていたと。で、故郷ロイドたちは傷ついたコレットを助けるためにイセリアを訪れた。イセリアはもうロイドを追放するとは言わなかった。それどころではなかったし、数少なくなった生き残りを救ったのはロイドとコレットだったのだから。コレットの家で彼女を休ませたロイドたちは、ファイドラーから救いの塔が消えたため、おそらく世界中はコレットの失敗を悟り、ミコの責任を追及するだろうと言われてしまう。ロイドたちはコレットとクラトスを残し、村の様子を見に行くことにする。村では村長がミコの失敗を糾弾し、それをロイドたちのせいだと言い放っていた。大場の発言はイセリア牧場から逃げ出してきたショコラたち培養隊にまで及ぶ。この時ショコラが村長を一括したことから、村長村中が村長の横暴を非難し、リフィルの教え子たちもハーフエルフと知りながら、リフィルはジーニアスをかばってくれる。リフィルは歓喜余りその場たち、さて、あ、やっぱりそうだったんだね、リフィル先生歓喜余っちゃったんだね、可愛い人だ。ロイドたちはようやくイセリアのみんな、そしてショコラと和解することができた。ロイドたちはリフィルを迎えに彼女の自宅の方へと向かった。ロイドたちは自宅の前にいたリフィルと合流した。ロイドたちは改めてリフィルと共に村を回ろうと、村の入り口付近へ向かったと。はい。で、前回、そう、リフィル先生のイベントを見たんですけれども、で、村の入り口の方に行くとね、場所移動になるみたいなので、そこから行くか。あ、おばあちゃんナンパできる。お、あ、よかった。あ、パイン組超ありがたいの。あら、嫌だわ、そんな。ロリコはこれあげる。あ、ちょっと待って、じゃあスキット見よう。小さな第一歩。よかったな、ジーニアス、村のみんなに理解してもらえて。でも村長は。ああいうバカはほっとけって頭の固い人はどこにだっているわ。少しずつ私たちが周りを変えていくしかないのよ。じゃあ、ね、イセリアは小さな第一歩ってとこだな。私にとっては大きな前進よ。え、なんて言ったの？なんでもないわ。まあ、ハーフエルフの扱い見るとな。ねえ、シュバランと思ってセアラも、俺は感極まっちゃいますよ。え、みんなこうなんかね、見た目じゃなくて中を見てくれたってことやろ。嬉しいよな。あ、クラトさん、コレットもう大丈夫なのか。うん、なんとか、ごめんね、心配かけちゃって。いや、ファイドラ殿とフランク殿の依頼を受けて、お前の父親のところへミコを連れていく。親父のところどうしてだよ。クルシスの奇跡のことはドワーフの方が詳しいからって、おばあ様が。そうか、そうだよな。じゃあ俺も一緒に行くよ。たまには親父にも顔見せないとな。そうするといい。私はミコを送り届けたらクルシスに無駄。もう離脱しちゃうの、クルトさん、マジか。でもシーナさんはどうするんですか。伝言を頼んでおいたらすぐに合流するだろう。分かった、じゃあ親父のところへ帰ろう。おー、ロイドの父ちゃん久しぶりやんな。いや、魔剣の声。魔剣ネビリムか。あ、なんかおっかない剣だな。これを集めて封印するなんて、急に負けの話来るね。偉いんだね。あれ、どうしたんだ、プレセア。何か嫌な音がします。え、何、聞こえませんか。ううん、私には何も。コレットに聞こえないなら気のせいだろ。そうですね、きっと空耳です。え、え、ちょ、なんかやめてよ、ちょ、怖いんだけど。あ、ちょっと待って、ディザイアの英雄、ご星人の急に始まった。ちょっと雰囲気が違ってたな。あれは過去にテセアラで起こったハーフエルフの虐殺事件の際、死亡者の人間を一人残らず殲滅したディザイアの英雄だ。へえ、指導精神にあふれ、同志には優しく、敵には鬼人のごとく対したという。
人から見ればとんでもない悪党なのに、ハーフエルフから見ればまさに英雄なんだな。うん、そうだ。だから戦いは悲しい。勝つということは相手の犠牲と憎しみを生むことだ。お互いを認め合える世界にホステスが生まれていたら、もしかしたら俺たち分かり合えてたかもしれないんだな。あるいはそうかもしれぬ。スキットはまだなんかまだ出てきそうで怖いんだけど。あった、大工の技術力。お前の父親はどの程度ドワーフの技術を継承しているのだ。どの程度って全部じゃないのか。クルシスに吸収されなかったドワーフは自由と引き換えに様々な技術を失っていった。お前の父もそんなドワーフの生き残りだろう。そっか。だからアルテスタさんと親父じゃ知っていることが違うのか。巫女の病、大工では無理かもしれないな。そんな、そんな。ただいま母さん、母さんのエクソフィアのおかげでここまで戦ってこれた。でも俺にはまだエクソフィアの力が必要なんだ。もう少し借りておくよ。おお、同じ？お父さんに。ロイドじゃねえか。親父、元気か？地震の影響はないか？この辺りは硬い岩盤の上だからな。みんなピンピンしてる。大工殿、裏のマナの血族より依頼を受けてきた。コレットを見てほしいぞ。いくらエクスフィアの進化系だとか言われても、クルシスの奇跡のことはさっぱりだ。そのテセアラとかいうところのドワーフに尋ねた方がいいかもしれない。あ、そうなの。そっか、親父でもわからねえか。すまねえな、役に立てなくて。せめて今日はゆっくりしていくといい。私は失礼する。あ、そっかね、クルシス帰るって言ってたもんね。クラドさん。おう。ん？待てよ、本当にクルシスへ帰るのか。私はクルシスの天使だ。だったらなんでユグドラシルの命令通り大いなる実りの暴走を放置しなかったんだ。私には私の考えがある。それだけだ。カートさんはカートさんね、なんかコソコソやってるんだよな。結果としてマーテルは失われなかった。これはユグドラシルの望みにかなっている。あんたはやっぱり敵なのか、ロイド。はい。なんだ。巫女を救いたければ古代カーラーン大戦の資料を調べるといい。カーラーン大戦の資料。ユーマシコでのユニコーンの言葉を思い出せ。待てよ、あんた人間なんだろ。どうしてクルシスにいるんだ。そうなんだよね、そこも。あ、クラタスは何を考えてるんだ。多くを語らない男、ほんまによ。あー、戻ってきた。シーナ、お帰りなさい。いや、マジで頑張ったよ、シーナ。クラトスじゃないのかい。シーナ。ああ、クルシスへ帰っていった。そうか、やっぱり敵なんだね。そうだな。それよりお疲れ様。うん。おい、あんたもね。よかったよ、胎児の暴走が収まって。はい、ということで、じゃあしばらくね、あれ、こんなところにセーブポイントあったっけ。しばらくね、ちょっと自由行動になるんですけれども、お父さんに話しかけたらイベント進んじゃうみたいなので、ハーニーもいろいろハードな人生を送ってきてるんだな。お前の言い方だとすんごく薄っぺらい人生歩んできた気になるけどな。まあ深刻に考えてもしょうがねえからな。しかしどうよ、そろそろ旅に行き詰まってきて途方に暮れてるんじゃねえの。どうしてだよ。よかれと思って胎児は暴走、かわいいコレットちゃんは奇妙な病気、そろそろ嫌になってくるのが人情だろ。なんかお前なんか含みがあるな。諦めない。せやで。ここで俺が投げ出したら、俺のしてきたことで犠牲になった人たちに顔向けできないだろ。だから俺は最後の瞬間まで諦めない。
諦めちゃダメなんだ。ロイドキューン。おまけに粘着質。粘着質言うな、ま、そういうの意外と嫌いじゃねえけどね。こいつ信じていいのか。もいろお前、あ、これ同じか。どうよ、俺ボイスもついてるの。なんか豪華だね、こういうちょっとしたシーンでも。それで言うとね、ベッドの横を調べるとなんと、そういるんですよ、ワンダーシェフ。はい、そう、味噌おでんな。やったー、味噌おでん。あれなんだ、シンフォニアの時かあるんだね。へー、あ、でもあれか、リバースの時にもあったか。え、リバースとシンフォニアどっちが後だっけ。よし、じゃあ先生に。今後のことが問題ね。人為的に引き裂かれた2つの世界を救うためには、どのようにしてそれが行われたのかを知るべきだね。うん、どのようにしてか、それも気になるけど、でもユグドラシルはどうして世界を2つに切り裂いたんだろう。うん、大いなる実り、つまりマーテルを守るためではないの。そう、マーテルとユグドラシルの関係も気になるよね。だってよ、世界が2つに引き裂かれたから位相ってのがずれて、大いなる実りも不安定になったんだろう。守るどころか危険なんじゃないのか。あなた時々まともなこと言うわね。時々、確かに時々はねえだろう。綺麗な、誰がどうやって何のために世界を2つに引き裂いたのかね。分かってるのは誰がってところだけだな。うん、まだ謎がある。あ、これね、ちなみにね、このイベントね、コレットの好感度が一番だとね、終わっちゃうんだって。まあだからコレット話しかけるの一番最後にしよう。だから下にプレスラちゃんがいるな。うん、みんな外にいるのか。プレスラちゃん、かわいいね。この辺りはオゼットに似ていますね。ああ、森に囲まれてるからな。ロイドさん、ショコラさんの話聞きました。うん、うん、マーブルさんのことか。はい、他にもいろいろ。ショコラさんの憎しみ、ロイドさんはやっぱり辛かったですか。そりゃ恨まれればそれは辛いよ。それが俺の責任であったとしても。そうですよね。まさかね、マーブルさんとショコラちゃんがつながると思わんやんな。でも俺は、うん、俺のできる限りのことをして償う。それが償いきれないものでも。許してもらえなくても。許されるかどうかが重要なんじゃないよ。償おうとすることが大事なんだと。いや、いい男だよな、ロイド。はい、じゃあ次はアシーナ。え、みんな、あ、みんなとも話しておきなよ。あ、シーナはないんだ。へえ、じゃあディーガルさん。ずっと胸の内に苦しみを抱え込み、それでも笑顔でいたのかな。ああ、俺はまた気づいてやれなかった。けなげな少女だ。どんな悲しみの中でも笑顔でいるのは、うん、心の鍛錬が必要だ。コレットは我慢しすぎなんだよ。もっと弱音を吐いたっていいんだ。うん、彼女は知っているのだ。言葉にこもる魔力。言葉の魔力。言葉の魔力。一度口に出した言葉にはそのものの意志の力が宿る。あ、言霊ってやつやな。呪うも祝うも全ては言霊のなさしめるもの。うん、そうか、そうだな。よし、じゃあ俺は声に出して宣言するよ。二つの世界もコレットも救うって。じゃあ、あとジニアスお墓にいるね。ロイド、僕どんどん人間が嫌いになっていくみたいだよ。ジニアス、ごめんな。ロイドが謝ることない。ロイドとかイセリアのみんなとか僕は好きだよ。うん、だけど、うん、村長みたいな人は
きっとたくさんいるんだろうなって思うとさ。前に先生が授業で言ってた。人はお互いを理解し合うために言葉を使ってるんだって。理解しようとしない人にはどうしたらいいの？ジーニアス。そうなんだよな。ロイドに当たるつもりじゃなかったんだ。気にしないで。いやでも、いやジーニアスいい子だよな、ほんとにな。私は好きやで。だってじゃあコレットに話しかけるか。ロイド、ごめんね。私、また迷惑かけてるね。そんなことない。何言ってんだよ。辛いのはお前なんだから、謝ったりするな。ロイド、ちょっとよね。私の肩。うん。私、このままエクスフィアの塊になっちゃうのかな。バカ、そんなわけねえだろ。って、どんどん増えてるんだもん。今はまだ服の下に隠れてるけど、そのうち…コレット、そしたらロイドに嫌われちゃうね。いっぱいいっぱい迷惑かけて、おまけにこんな気持ちの悪い体になって、うん、気持ち悪くなんかないよ。そう言っただろ。コレットはコレットだ。もう結晶化してるって。たとえお前がエクスフィアになっても、いや違う、エクスフィアなんかにさせない。うん、本当に。ああ、俺嘘ついたこと、確かにあるんだけどでもちゃんと誕生日のプレゼントも渡したし、だからお前のことをちゃんと助けてみせる。約束する。本当だね。ロイドはいつも私のこと助けてくれてるもんね。私が欲しかったものちゃんとくれるもんね。ああ、だから元気出せ。お前が元気ないとみんなも俺も悲しくなるから。うん、私本当にロイドに会えてよかった。今度は消えたくないって思う。本当にそう思うんだ。私まだ生きていられるよね。まだロイドと一緒にいられるよね。当たり前だろ。ちゃんとコレットはここにいて生きてるんだ。絶対絶対絶対の絶対、大丈夫だから。もう少年少女のカップルからしか得られない栄養っていうのあるよねいや、いいわこの二人。この後どうするの？アラテストのところへ行ってみましょう。コレットのためにも。そうだね、どっちにしてもクラトスの言葉を信じない。あ、やっぱり私コレットちゃんの好感度が一番高かったみたいですね、現時点で。テセアラに戻った方が都合がいいぞ。あいつ信用できるのかね。他に手がかりはないし、行くしかないな。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうかなと思います。はい、じゃあ次回は、アルテスタさんのところですね、またテセアラに行くと、そこからやっていきます。お疲れ様でした。